頭ガンガンする。なんとかしたいんだよ。あーイライラすんな。夏目さんも飲みすぎですから。中島ここに座る。生徒たちがあれじゃほとんど説教やじで、ドバチくらい前に出さしよう。あんたはね少し慎重すぎんの。大事に大事に育てようとしてるうちにいいお友達で終わっちゃうから。育てる暇があんならね大胆に押し倒せんじゃん。それで押し倒しちゃったのか。相手を間違えたか。ダメだ全然覚えてない。よし、君たちには内緒だよ。中島さんにもだろう。ちょっとごめんごめん、もこみち朝ごはんできたよ。あ、悪いねゆかちゃん。ゆきさんの分はありません。なんでよ。俺の分食っちゃいなよ。え、いいの。そんなうまくもないけど。あ、そう。じゃあ明日からあんたの分作んないからね。何怒ってんだあいつ。そういうこと。え、頑張れよ青年。あれってさ、ラブトライアングルってやつ知らねえ。いただきます。状況下でよく食えんな。そんなに怒ったことは知らないでしょ。条件に噛まれたと思って忘れるわ。のんきでいいよなお前は。私がショック受けてないとでも思ってんの。俺でもね心のバランス保つの必死なんだから。みゆきにどんな顔して会えばいいのよ。すまん、お前の気持ちも考えないで。おかわり。早く帰って寝よう。ここ確か中島くん家だよね。Thank you.
ただいま。またどっかで酔いつぶれて誰かの世話になったんでしょう。うん、今日はちょっとゆり子んちでね。ゆり子って昨日当直じゃなかった？あ、沙織ちゃんちだったかな。もう何寝ぼけてんの。朝ごはんできてるよ。ごめん、今お腹ちょっと苦しくて。え、沙織って朝ごはん食べる子だっけ？空いてる、お腹むっちゃ空いてる。はい、どうぞ。なんか今日朝から気分よくてさ、久々に腕振るっちゃった。うわー、すっごいごちそうだね。みゆきは？うん、私はもう済ませたから。はい、たくさん食べてね。いただきます。おいしい、みゆき、すっごくおいしい。今週の運勢最悪。恋愛運も仕事運も全部ダメだ。そんな占いなんて気にしちゃダメ。適当なことしか書いてないからだよね。うん、ラッキーカラーは、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。あれ、よりこ先輩、あんた到着明けで帰ったんじゃなかったの？私見ちゃったんです。何を？ダメ、言えない。だってこんなこと喋ったらあの二人。あっそ、じゃあ結構。苦しんでる仲間を見捨てるんですか？喋りたくて戻ってきたならさっさと喋んなさいよ。ここだけの話です。絶対ここだけの話ですからね。おはよう。みゆきさん、朝のコーヒーは？何よ、気持ち悪いな。人生晴れの日もあれば雨の日もありますから。台風で吹き飛ばされそうな日もね。これ聞いて、思いっきり泣いてスッキリするから。何なのみんな。みんな集まってちょうだい。今朝隣の管轄で爆弾騒動があったらしいの。幸い怪我人は出なかったけど、犯人は犯行の予告のメッセージを残してるらしいの。みんなもパトロール中不審物を発見したら十分注意するように。はい。小爆屋さん、ちょっと。はい。小爆屋さん、辻元さんが妊娠したって本当？しかも相手は中島君だって言うじゃない。そんな、まあ泉さんはただ中島くんちに泊まっただけ。おはよう。ねえ、誰かちょっと胃腸薬持ってない？先輩、聞きましたよ、辻元とやっちゃったんですって。お前誰からそんなこと聞いたんだよ。何の弾みか知らないですけど、ちょっと軽率じゃないですか？違う、誤解なんだよ。じゃあ
本気で辻本と。こりゃ交通課に嵐が吹き荒れるな。だから誤解だって言ってんだろ。そうだ。で、式の日取りはいつに決まったんだ。は、はじゃないよ、君と辻本君のだよ。仲人としても何かと準備があるもんでね。所長、私がいつ仲人を頼んだんでしょうか。あれ、私じゃ不満か。いや、だから所長、そうではなくてですね。だからどういうことなのよ。うん、なんだろう、なんか変。所長、なんか私すっかり悲劇のヒロインに祭り上げられてんだけど。失礼しちゃうよね。あのな、小早川。夏美、昨日本当に泊まったの。それはだからお互い酔っ払っててさ、泊まるには泊まったんだけど。けど何もなかった。中島君、わからない、何も覚えてないんだよ。そう、まどうせ私には関係ない話だけど。小早川、だって私たちただの同僚でしょ。なんで嘘でも何もなかったって言わなかったの。思いやりで嘘つくことも時には必要でしょ。お前はそんなことされて何とも思わないのかよ。それは俺は小早川だけには嘘をつきたくない。はなかったんだけどさ、変な風に誤解されたら嫌じゃない。変な風にって。だからそれは夏美が中島君とどうなろうが私には関係ないもん。好きにすればいいじゃない。そんな他人事みたいに言わないでよ。だって他人事だもん。いい加減にしなよ、ガキみたいに拗ねちゃってさ。そっちが余計な気回すからでしょ。頭に来てんだったらはっきり言いなよ。勝手に誤解して同情なんかしないでよ。意地っ張り。パートナーを変更。はい、はい、私は今日から沙織ちゃんと組ます。え、ゆり子、私のパートナーはあんた。そんな、何、私の言うことが聞けないっつうの。喜んでお受けします。あんたたち本気なの。はい、夏美とはもうコンビ解消しましたから。何よあの意地っ張り。文句がありゃはっきり言えに。みゆきさんも立場が微妙だからな。だって中島君に告られたわけでもないし、中途半端な状態でこんな爆弾落とされたらパニクりますよ。そりゃそうだけど、つうかさ、元はといえばあんたのおしゃべりが原因でしょ。忘れた。夏
つみったら人をバカにして。中島くんも中島くんよ、優柔不断な態度取るからこんなことになるのよ。みゆきさんもしかして焼いてます？はあ、なんで私が焼くのよ。じゃあ二人が一緒になってもいいんですか？私には関係ないもん。八海さんと中島さんが一緒になれば岡林さんは完全に不利。チャンス。はあ、沙織ちゃんヒットしたわよ。え、ここ車上荒らしが頻繁に起きるところなの。あんたたち何してんの？やめ、逃げろ。しないでよ。なんか用？用がなきゃ話しかけちゃいけない？仕方されちゃうんじゃない？私群れてるやつ嫌いでさ、あんたとならちょっと気が合うんじゃないかなと思って。え？別に嫌ならいいけどね。名前森田さんだっけ？森村はるか。ごめん、はるか。悪くないわよ。お互い息もぴったりだし。あ、そう。そっちはもう相性抜群よ。沙織ちゃん素直だし、無茶しないし。どうせ私は暴走クイーンですよ。誰もそんなこと言ってないでしょ。こっちはね、あんたの無茶な運転から解放されて清々してる。あ、そう。よかったわね、お互い利害が一致して。おかげさまで。男が絡むとこうもこじれるかね。女心は複雑なんですよ。うん、そういえば君もいろいろあったもんな。あの二人見てると昔の自分のようで。でも色恋で喧嘩できるなんて羨ましい。何言ってんの、君だってまだまだ女盛りじゃないの。やだ所長、その気させてどうするんですか。んバカ。痛いの。今日一緒に帰ろう。別にいいけど。もうちょっと素直に喜んだら。次数学だよね。うん、先行くな。女子高校で爆発事件発生。やりこ、はい。爆発による被害者は5名、1人が重傷を負った模様。ゆかちゃん、ゆきさん、爆弾は事件式だ。使用されてないロッカーで隠されていた。仕掛けられたのは昨日の放課後から今朝までの間だ。怪我したの私の友達だったの。私に話しかけてくれたたった一人の友達なの。警察に犯人からオール電話が入ったそうだ。あと2つ、校内に爆弾が仕掛けられてるらしい。え、爆破の時間は2時と2時10分。小早川、辻本、お前らまた首突っ込んでんのか。そんなこと言ってる場合じゃないでしょ。すぐに処理班の手配を。俺たちは爆弾探します。おい、行くぞ。はい、ゆりこ行くよ。つべこべ言わないでよ。沙織、私たちも行くわよ。はい。ゆかちゃん、犯人は必ず私たちが捕まえてあげるから。最後。はい。
いいんですか一緒に探さなくて。だって爆弾だよ、下手したら死んじゃうんだよ。私たちの出るわけじゃないですよね。なんで私たちがこんな思いしなきゃいけないのよ。危ないのでみんな外へ。でもあんた一人じゃ。素人がいても気が散るだけだ。待機。大丈夫ですね。昔処理班の人に解除法を教えてもらったことがあって。私が見つけたの。お前ら本当すごいわ。所長もう我慢できません。夏美さんたら助手席からアクセルは踏み込むし、爆弾探しに首は突っ込むし、命がいくつあったって足りません。おまけにアフターファイブのお誘い受けちゃったんですよ。嫌だったら断りゃいいだろ。所長は私たちに死ねとおっしゃるんですか。君大げさだよ。お酒が入ると人格もパワーもバージョンアップするんです。ヤクザだって避けて通るんですから。うん、確かに関わりたくないわね。みゆきさんのお供も正直言って荷が重いです。お願いです、一刻も早く二人を仲直りさせてください。このままじゃ交通課は壊滅です。壊滅か。よし、どうする。当直？なんで私たちが。あなたたちに振り回されてみんな迷惑してるの。今夜一晩頭冷やして話し合いなさい。そんなことしても無駄ですよ。別に話すことなんて何にもないし、一緒にいても気分悪くなるだけです。そういうことは気が合うみたいだね。二人ともいい加減にしなさい。私たちの仕事はね、危険がつきものよ。だからこそパートナーとの信頼関係が大切になってくるの。あなたたちが本当にお互いを信頼できないっていうなら、コンビの解消を正式に認めるわ。
おりちゃん行こうよ。え、こっちはこっちで物証探すの。進展は？爆弾の使用は手が込んでる。犯人は素人じゃない。でもプロの手口としては目的が曖昧じゃない、うん、爆発の時間と数まで知らせてきてるしね、うん、もしかして警察への挑戦？それあり得る。もしかしてまだ冷戦続いてんだ。まあ同僚だから仲良くしなきゃならないってもんでもないが、旗から見てるとまるでガキの喧嘩だな。小林。はい。例の資料、警視庁から届いた。あ、どうも。勝手に入って。交通課に平和を取り戻すための超法規的措置よ。はい、これ不動産屋に返しておいて。こりゃあまあなんとも調べがいがありますね。いい、みんな必ずこの中に2人の無実を証明する証拠があるはずよ。気合い入れて探して。おう。どうだこの音、完璧に仕上がってんだろ。ああ、感謝するならみゆきさんにしろよ。え、徹夜でこいつの修理手伝ってくれたんだからな。いつだよ。あんたは夏美さんとよろしくやってた時だよ。私さ、こういう重たい空気苦手なんだよね。白黒はっきりしないと気が済まないたちだからさ。みゆきに嘘ついたのは悪かったなって思ってる。らしくなかったって。でもみゆきがどうしてもってこだわるなら私部屋を出る。コンビの解消も受け入れる。それ以外誠意の見せようないし。夏美、あ、もしもし。お宅の相棒なかなかやるな。あんた誰？ん？お前たちが探してる爆弾魔だよ。
騒ぐな。周りに気づかれないようにしろ。どうして私の携帯番号を。お前に質問する権利はないよ。僕当初の署内に爆弾を仕掛けた。爆発すれば半径20メートルは吹っ飛ぶ。そんな。騒ぐな。今から一人で地下駐車場に来い。妙な真似したら即座にこっちで起爆装置を押すからな。夏美、どうかしたの？ちょっとトイレ。デートの待ち合わせ場所にしては色気ないじゃない。こんな遅くに。俺お前に聞いてほしいことがあってさ。だから言い訳なんてする必要ないって。黙って最後まで聞け。俺が言いたいのは言い訳なんかじゃない。言い訳なんかじゃないんだ。辻本は男が爆弾魔なの？この1年間で同じような爆破事件が都内で7件起きている。その爆発物を解除したのが全て村瀬だったんだ。何のためにそんなことを。やつは自分で爆弾を仕掛け自分自身を危険にさらすことで究極のスリルを楽しんでたんだ。やつにとってそれが最高の快感だったんだな。でもなんで私たちがそいつに狙われるの？自分の楽しみを奪われたことへの報復だろ。だったら直接私を狙えばいいじゃない。なんで夏美を狙うのよ。そんなことこっちが聞きてえよ。辻本が外に出るのを見たやつはいない。じゃあ夏美はまだ署内に。俺は3年行く。もしもし。今から10分以内に楠木公園の広場に来い。そこであんたに会えんの？来れば分かるよ。よう、こんなところで何してんだ。仕掛けた爆弾今頃駆けずに回って探してないの分かんねえよ。どこだ、どこに仕掛けた。あ、あんたの一番大切なものに。あ、夏美は待って。どうしてハンドルから手を離しちゃダメ。え、ユキ、どういうこと？犯人はあいつよ。あんたが乗ってるバイクに爆弾を仕掛けてるの。爆弾はハンドルに仕込んだ音感センサーで作動する仕掛けになってる。手を離したらその場で即死よ。
りあえず降りて。ハンドルは絶対離しちゃダメよ。おい、早く爆弾止めろ。止めろ、口の利き方知らないの。止めてくださいだろ。このままじゃお前も死ぬんだぞ。最高じゃん。ゾクゾクじゃん。あんた気は確かなの？あのね、俺の仕事は常に死の恐怖と隣り合わせだった。だけどそれを回避できた時の快感はもう言葉にならなかったよ。でその快感を覚えちゃった俺の体はそこそこの恐怖じゃ満足しなくなってな。お前らこれ以上犠牲者出しても罪も報復するだけだろうが。だったら頭下げろよ。なんならここに一列になって毒殺するか。貴様出ろ。もういい中島君、私が解除する。何よこれ。僕もオリジナルです。その中に6本爆弾とつながったリード線がある。それを全て切断すれば爆発は防げる。ただし1本でも間違えればその場でズドン。こういう場合リード線は赤と青の2色でしょうが。だから言ってるだろ、頭を下げれば救ってやるよ。お前か。仕方ない、ここは辻本を助けるためだ。みゆき、頭下げちゃダメ。こいつのせいで罪もない人たちが大怪我したんだから。こんな奴に絶対頭なんか下げちゃダメ。でもな、お前このままじゃ死ぬんだぞ。みゆきならやってくれる。私はみゆきを信じてる。夏美、命預けたよ。あんたの度胸がどこまで本物か試してやるわ。おい何する気だ。止めてください。俺も小早川を信じる。岡林、あんたはいいから早く逃げて。お前ら置いて一人で逃げられるか。死んだらあの世でまたコンビ組んでくれる？みゆき、二人とも天国行けたらね。爆発の可能性は3分の1だ。今ならまだ間に合うぞ。私たちを見くびらないで。
と日本。行政、白切れ、白だ。早く白を死にたいのか、お前か。これが本当の恐怖ってやつ。人を傷つけて自分だけ安全圏で遊んでるあんたにゲームを楽しむ資格はないの。今度こんな真似したらあんたの頭に私の最高傑作巻きつけてぶっ飛ばしてやるわ。しなくて済んだのね。もう一言余計なの。大丈夫、緊張解けたら力抜けちゃう。ほら捕まって。どうやって見破ったの。爆弾のリール線、相手の心理とか癖とか読んだりするでしょ。知りたい。推し占い。え、今週のラッキーカラー赤だったの。ラッキーカラーはマジ。まあどうせチキンゲームだし、向こうも死にたくなきゃ止めるだろうと思ってさ。恐ろしい女。なすみさんと中島くんの疑惑を晴らす証拠を見つけました。本当？床に転がってたビデオカメラを踏んづけて録画ボタンを押したんです。これでやっと詐欺が収まるわね。おはよう。中島くんって別にやっぱり何もなかったの。ほらこれが証拠。何がおかしいの。ごめんごめん。あでももうそんなことはもういいのいいの。よく考えたら私、好きな男いないとはエッチできない体質なんだよ。はぁ。じゃあそういうことで、ちょパトロール行ってきます。お疲れ。なんか無駄モデになったみたいですね。Time!
シャが送り込まれた。今から温泉に。ほいって。麻薬事件。スクープ。この番組は花王とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。